前提としていいものをお届けしたいっていう情熱や熱意に性別は関係ないなというふうには考えてるんですけれども、もし優秀な女性がそういったチャレンジする機会だったりとかが、阻害されているのであれば、それは何らかの形で是正されるべきかなと思います。もともとその日本でこう売れている人気のゲームっていうのは、あの女性向けというよりかは男女向けであったりとか男性向けのゲームがすごく多かった時期もあったと思うんです。コリーが女性向けゲームに参入した経緯としては、やはりユーザーさんからのこのジャンルに対する期待の高さとか熱意っていうものに触れて、すごくやりがいのあるジャンルだなというふうに考えて参入しました。性別を問わず、あの当社のもっと面白くというビジョンに、共感し、あの、それを推進したいという方にこうご入社いただき、あの得意不得意に合わせてこうマネジメントになっていただいた、結果ですね、あの優秀なこう女性の方が、優秀な男性とともに、あの女性向けのゲームであったりとか作品を作るっていうのはすごく意義深いですし、実際そのお客様のあの感情にも、しっかり寄り添えるあの可能性が高くなる部分はあると思いますので、その他社さんであったりとかですとか、あの、しっかりその女性をこう管理職にするとかっていう部分で、万が一その差別的なところで、あのその数値がこう高くないっていうのがあるのであれば、それは非常にもったいないことだなっていうふうに思います。当社がね、いいモデルになるんであれば、それはすごく幸いだなと思います。